皆さんこんにちは。こんにちは。今ね、和風の代理店のインターテックさんに来てるんですけど、はい、前回の、サイクルモード東京で、いやもう本当に、はい、仲良くなった。いやちょっともうお疲れ様でしたね。飛びでね、なんかちょっといやいやすごい展開でね、なんか茶番入れつつ乱入みたいな。そうそうそう、僕めちゃめちゃ助かったんですけど、和風のね、向山さんね、いやこれから向山さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でね、ちょっといろいろお話をね伺って、なんかいろいろとこの商品を紹介してくるというか。そうなんですよ、はい、もう競輪選手とかもガチの人たちにもぴったりな商品も揃えてますので、ちょっと今回はちょっとそれの紹介からですよね、ちょっと紹介してもらって、はい、僕もねちょっと試させてもらおうかなと思うんでね、ちょっと紹介お願いします。はい、はい、行きましょう。ですね、今回ちょっと森谷さんに来ていただいたのはインターテックのショールームなんですけど、はい、こちらちょっとインターテックマーケティングの鈴木さんが今いらっしゃいますので、ちょっとインターテックの鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。和風ブランドの日本の国内の輸入代理店をやってますので、物、まあの商品 の, 移動あの流れとかはインターテックがやってるという形になります。和風ブランドについて、で、ちょっと今回はそのショールームをちょっとお借りして、その商品をちょっと森谷さんにちょっと紹介していただくみたいな感じでちょっとやってます。あ、マジですか。で、ちょっとこちらバッと映していただいて、はいはい、こちらにあるのがまあ基本的にうちのトレーニング製品群なんですけども、これあれですね、サイクルモードにあったやつですね。そうです、森谷さんがちょっと壊そうとしたやつですね。そうですね。これ危ない危ない、さすが、まあ、爆発をしてるんですけど、まあ、これだったらすごかったです。で、あとこちらが、まあ、一番メインになってくるロードバイクを直接つけて使うトレーナーですね。あ、そうですよね、これちょっと気になったんですよね。そうで、うん、なんで今回ちょっと森谷さんに特別にこれをちょっと紹介したかっていうと、実はこれ今ロードバイクの11速がついてるんですけど、はいはい、なんと競輪の NGS フレームつくんですよ、はいはい、なのでロードバイクじゃなくて自分が試合もう競争で使ってる本物をつけて練習ができるっていうのが僕はちょっと推しなんじゃないかと思ってまして、うん、ちょっと競輪界の皆様にちょっとこれをぜひ試していただきたいと思ってます。そうですね、普通これロードのギアですもんね。そうなんですよ。でここに競輪のシングルのギアが入るってことなんですかね。パコッと外してパコッとつけて、しかもフリーじゃなくて完全にフィックスです。なので足を止めれません。なるほどなるほど。結構なんかその別にロードでよくねっていう選手とかの声も聞くんですけど、やっぱりその本当に自分の試合用のやつでやりたいっていう選手もいるので、うん、そういう方にはちょっとぜひおすすめできる商品だと思ってます。確かにそうですね、みんなロードレーサーでやっても実際のレースはやっぱピストでやったりするから、 そうですよね、それがやっぱ、ね、はいはい、自分の本当のバイクで練習したいですもんね、やっぱり、ね、と思ってたので、ちょっとそのコースぜひあるので、ちょっと森谷さんにも後でちょっと一つ出しますので、わかりました、ちょっとお願いします。お願いします。お願いします。続いてはなんかこの辺にもなんかすごいなんかきらびやかな、そうなんです、あるんですけど、実はですね、はい、和風はスピードプレイっていうペダルをですね、はい、ちょっとブランドとして持ってまして、はいはいはい、皆さん SPD とかタイムとか、あと、まあ、なんだっけ、ここにありましたっけ、いろいろありますよ ね、ブランドがね、はい、の中でも、結構その競技志向の方が飲んで使うスピードプレイっていうペダルがあってですね、こういうのになっているんですけど、実はこれ最近パワーメータータイプが出まして、あ、パワー取れると、ワットってやつですね。ワットってやつです。はいはいはい、仕事量が。仕事量が、競輪選手の仕事量が剥がれる。剥がれるんですよね。もう2000ワット出してても全然大丈夫ですけど、ね、こういうのでちょっと。まあ、これ数値的に出るっていうのが、目で見て分かったらあれですもんね。そうっすよね。その日の調子とかが。そう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 。分かりますもんね。まあ、バロメーターとして1個使えるかなっていうこと。そうですよね。で、はい、あとは、まあ、結構皆さんもご存知だと思うんですけど、うん、まあ、サイクルコンピューター。ああ。これはこれでか。繋がるってことですか。全部繋がります。あ、全ての、まあ、基本的に全てのサイクルコンピューターとかっていうのはもう相互に互換性があるので、基本的にはみんなユニバーサルで使えるものになってます。なるほどなるほど、はい、であと、まあ、トライアスロンとかされる方とか、ランニングとかスイミングとかの、記録ができる時計もありますし、 あとはそうですね、この辺もなんかウェアとかヘルメットとか、はい、ちょっとじゃあ、ちょっとじゃあ、私どもインターテックでは、はい、和風の商品以外にも、はい、結構世界中からいろいろな自転車スポーツバイクの、使った暮らしというかね、うん、あれを充実させるアクセサリーをいっぱい扱ってまして、うん、今こちらに映ってますのが、まあ、ベルヘルメット、アメリカのヘルメットブランドですね。あー、まあ、ロードバイク用もあればフルフェイスのマウンテンバイク、ダウンヒル用まで
もともとモータースポーツから始まっているブランドなので、やっぱ非常に安全ということに対して意識の高いブランドになっています。老舗のブランドです。最近あれじゃないですか、あの聞きましたけど、ヘルメットの義務化によってめちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃもう義務化で、そうですね、需要がね、あ、なるほどなるほど。同じくアメリカのブラックバーンというブランドで、もともとはこういうアルミニウムの自転車のツーリング用のラックから始まったブランドなんですけども、今はこういうカバンとかライトですね、なるほど、小物を使ってるブランドです。なるほど、はい、バッグとかあったら便利ですよね、やっぱりこうちょっとツーリング用の、ね、カバンでこれでキャンプツーリングしたりっていうのも結構、ね、いいですね、そういうのもね。こちらにあるのは SP コネクトという、はい、まあ、最近やっぱスマートフォンが、はい、すごい高性能になってきて、はい、ナビゲーション代わりに使ったり、はい、するんですけど、やっぱりこうポケットから一時出したりするのは危ないですし見づらいので、自転車のハンドルバーにこのようにいろんなマウントがあるんですけども、こういうマウントをつけて、そこにこう、うん、まあ、例えばですけど、はい、そういう形でちゃんとつけれるんですね。ああ、でもガチ落ちない、はい、落ちなくて、非常に信頼性が高いシステムなので、なるほど、ゴムバンドでつけるのを使ってる方多いんですけど、やっぱあれ吹っ飛ぶんでね、うん、ああそうかそうか、危ないですよねそれだったら、はい、まあ、今スマホも15万とかね、ああそうかそうか、しますもんね、自転車よりも高いっていう、確かに確かに。他にも これもアメリカのブランドですけど、ティフォージというアイウェアのブランド、値段と価格のバランスが非常に取れてるというところで、好評いただいてるブランドです。なるほど、はい、他にも、このオルケースという、これも自転車に取り付ける、まあ、小型のバッグですね。ちょっと長期のツーリングというよりはもう日常のトレーニングのライドとか、ちょっとしたツーリングからずっと使えるようなブランド。あとは、イーボー、それ僕これ気になったんですよね、すごい。さっき、ね、ドイツのブランドになりまして、はい、代表的な商品の一つがこのトラベルケース、あー主に飛行機輪行、自転車のケースってことですね。そうですね、飛行機のやっぱ荷扱い、国内線は丁寧ですけど、海外のエア航空会社は非常にやっぱ手洗いケース多いので、確かにね、なんか投げられたりとか、ね、ぶつけられたりっていうのがありますもんね。せっかくこれで遠征先行って、あ、まあ、開けたら自転車壊れてるなっていうともう台無しなので、高価だしね自転車って、こういうのでしっかりと守って、運ぶっていうところで、まあ、最近レースが復活してきたのでですよね。ちょっと中も見せてもらっていいですか。ちょっとこれは一番最新型のカバンで、はい、ちょっとここが膨らんでるのが特徴なんですけど、コックピットですね、ハンドルバー周りを一切触らなくていい。本当だ、すごい、ハンドルつけたまま入るってことですね、はい、最近こう内装とかになってきて、ハンドル実際外しにくくなってますけど、これはいいですね、本当。極端な例としてはこの TT バイクも、はい、あ、TT、あ、本当だ、すっぽり入ってるんですね、はい、これはいいですね、はい、かっこいいしね、なんか当然普通のロードバイクも入るんですね、ショーピストも入ることありますね、すごい、はい、これは便利ですね、本当。まあ、そのような形で、皆さんのスポーツバイクライフをバックアップするというか、より豊かに楽しんでいただけるようなアクセサリーを世界中からこうセレクトして、なるほどなるほど、いう感じになります。すごい、はい、ありがとうございます。ためになりますね、はい、なんかこんなレビューはあんまりしないんですけど僕ね、はいはい、すごいね、なんか参考になります本当、ね、いろいろありますけど、そうですね、自転車の楽しみ方はやっぱ、ね、たくさんあると思うので、そうですね、ガチの人もいますし、はい、そうですね、グラベルが好きな人もいますし、旅行が好きな人もいますし、そういうのを全てカバーできる、そうですね、インターテックさんなので、まあね、本当これから僕ちょっとこのマシンを借りてね、ちょっといろんな選手にちょっとバトルとかやっちゃいますか、はい、でこの、はい、このワットサイコンとちょっとこれを、もう今日からちょっと、ね、スピードプレイヤーになっていただくというね、そのもちろんもうこれでちょっとバトルを申し込みに行こうと思うんでね、次回はねこれを使ってちょっと競輪選手に乗ってもらって、どんなものか、はい、爆発をしてもいいんで、壊していただいて、そうですね、壊れるか、どっちが壊れるかみたいなねことやっていこうと思うんでね、はい、すいません、ちょっとじゃあレビューをやらしまうんでお願いします。はい、じゃあまたこういう感じでいくんで皆さんも よろしくお願いします。はい、それじゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。